ゆうすけ、ゆうすけ、ゆうすけ、ゆうすけ藤岡、藤岡ゆうすけ、お前、何やってんだよ。はぁ、ゆうすけは大方の予想に反して逃げてナイスファイトだったじゃないの。ゆうすけ、お前、なんでトースポのた、たば、たばら、たばら世紀、たばら世紀のトースポの予想通りのペースで逃げているんだ。お前は金曜夜から調整ルーム入りだろ。ゆうすけ、ゆうすけ、タバラが一面のトースポ。もとい関西では大スポの発売は土曜。どうやってもユウスケ、お前が読めるわけがねえんだぞ。ユウスケ、タバラのジャックドール必勝の策は最初の1ハロンから 12.5 秒、11.0 秒、11.4 秒、11.6 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 秒。1000メートル通過タイムを 58.1 秒にまとめて逃げ切る作戦。実際のジャックドールのペースは1ハロン目から 12.4 秒、11.0 秒、11.5 秒、11.4 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 秒、11.6 秒。1000メートル通過タイムが 57.7 秒。かなり酷似している、ゆうすけ。やってんな、ゆうすけついに。ついに。お前は悪魔に魂を売り渡してしまったな。ゆうすけ。まさか強制ルームを抜け出してコンビニにトースポを買いに走るとは。最近の競馬学校の生徒でもやらねえぞ。しかし、ゆうすけ。びっくりしたぞ。まさかお前が腹をくくって前に行くなんて。去年のお前では考えられないようなことだ。ナイスファイトってみんな言ってるが。ちょっと待ってほしい。ゆうすけ。お前、ジャックドールの着順何着だ？最下位だよ、ブービーから 0.4 秒差の。ゆうすけ、さすがにこれはまずいんじゃねーの？確かにやりきったけど、いい子だった中学生が慣れないことして、タバコふかしてゲホゲホ言ってるような感じがするぞ。それにな、ゆうすけ、タバラはトースポの一面で藤岡ゆうすけ騎手人生のキロって煽ってたけど、本当に今日のような騎乗をしなきゃいけなかったのは、本当の騎手人生のキロだったのは去年の天皇賞秋だったんじゃないのか。ゆうすけ、そんなタイミングが一年遅い。ゆうすけ、藤岡ゆうすけ、そんなお前に一つ提案がある。競馬ゆっくりのスタッドリーでオープン特別を1勝、リステッドを2勝、重賞を1勝、計4勝、これから勝てせてやってくれないか。ゆうすけ、お前の騎乗技術自体はかなり高い。しかしタイミングが一年遅い。お前はもう人生の岐路を選択してしまった後だろう。人間にはいろいろいる。残念ながら大舞台で光り輝けずに、主役ではない競馬場で主役になるような騎手もいる。ゆうすけ、お前は確かに主役になれるチャンスはあった。しかしなれなかった。でも人生はそれだけじゃないぞ。ゆうすけ、ゆうすけ。競馬ゆっくりの獅子愛馬のスタッドリー。ケフェウスステークス2着のゆうすけの騎乗。嬉しかったぞ。ゆうすけ。スタッドリーと一緒に G1 の裏開催で夢。見せてくれるんだろ、俺。一足早く秋の福島。2歳戦と阪神カップ以外は裏開催の阪神に一足早く前乗りして。パドックに騎手人生のキロ通過済みっていう横断幕を掲げて、待ってるからな。スタッドリーを頼んだぞ。ゆうすけ、藤岡ゆうすけ。こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。さあ今日は2023年の天皇賞秋の回顧動画、やっていくわよ。おお。まさに今年のハイライトになるような競馬だったわね。イクイノックスが好スタートから好位追走で逃げ先行を捉えて、はいおしまい。ってレースだったけど、本当に強かったわね。レース前にドウデュースが武豊から戸崎啓太に乗り換わりになってしまったかわいそうなこともあったわね。まさか戸崎啓太ほどの騎手が天皇賞を見学予定だったとはねー。まあ天覧競馬は久しぶりだし、いい人生の思い出になったんじゃないかしらね。は？武豊的には非常に悔いが残るレースになったわね。これが引退の引き金にならなきゃいいけどさ。競馬界はなんだかんだ言って実力は圧倒的にルメールだけど、
人気は武豊だしね。まあねー。競馬ゆっくりは武豊好きじゃないから、世間が藤岡雄介に当たるような感じでいろいろ言うけど、批判するなというやべえやついっぱい来るしね。今回もいろいろそれに関係して言いたいこともあるけど、まずは藤岡とジャックドールね。確かに去年と比べると積極的な競馬はしたけど、最下位。この騎乗でよくやった。って褒められる騎手ってどんだけ期待値低いんだよって思うわねー。ハイハイするだけで両親が喜ぶような赤ん坊じゃないんだからさ。はぁ、あ、辛辣すぎるでしょ。藤岡雄介という人間がこの地位に甘んじるのか、高みを目指すのかはわかんないけどね。ただウィズユー見てる限りだとセカンドキャリアはホースコラボレーターでも狙ってんのかなって思うけど、やめろやめろ、って。天皇賞秋は結果的にジャックドールが大外から促して、先頭を取ったレースでにハロンメが 11.0 秒で1000メートル通過が 57.7 秒。ジャックドールのいい頃のペースだけど、直線は持たなかったわね。そうねー。タバラの想定ペースより若干早かったし。それにしてもエヒトやノースブリッジに負けるもんかね。とは思うわね。個人的にはノースブリッジが先手を取るものだと思っていたけど、控えちゃったからね。ジャックドールが決め打ちしてスタートから行った印象はあるわね。その出していった分と藤岡もこういう騎乗をする騎手じゃないから緊張が馬に伝わったのかもね。ここまで負ける馬じゃないし、おお、ジャックドールが作ったハイペースの流れなんだけど、レベルの高いメンバー構成もあって、ガイアフォース以下の馬が全然ついていったのも意外な展開だったわね。イクイノックスが前に行ったのもあるわね。これは、そうなんだよねー。イクイノックスが後ろでプログノーシス、ダノンベルーが、どうデュースと駆け引きするんだと思っていたんだよねー。だからこそスローペース想定で、ジャックドールに展開利があったと思ったんだけど、武豊から戸崎啓太に乗り換わった影響もあるけど、ルメールとイクイノックスは王者の競馬。自分本位の競馬をして前も後ろもねじ伏せたわね。毎日王冠のシュネルマイスターでルメールは戸崎啓太のソングラインを目標にして、ちぐはぐな騎乗してたし、戸崎は無視する方針にしたのも良かったわね、で。上がり3ハロンは 11.6 秒、11.4 秒、11.7 秒。イクイノックスは早めに先頭に立って、2馬身半差。最後は手綱緩めての楽勝だからね。加速ラップとは言わないけど、実質平行ラップね。どんだけ強いのよ。ペースがハイペースで流れたのもあって、去年みたいにイクイノックスの上がりが驚異の 32.7 秒ではなく上がり 34.2 秒の3位。ゆうすけ。去年やれよな。本当に。イクイノックスはこれで貯めてもとんでもない最高速度とキレを証明したし、前に行っての操縦性、そして末脚が持続するというパーフェクトな馬というのを証明したわね。もうベタ褒めね。本当に言うことないわよ。いいなぁ。いいなぁ。競馬ゆっくりは最優先でイクイノックス出資をシルクに申し込みしたのになぁ。悲しい。悲しい。落選です。ああ。イクイノックスの出資者ですって言って、収支公開とかニッコニコで動画あげたかったよ。逆に今の収支を公開するのもありなんじゃ。君は俺に解釈なしで切腹しろというのかな？は？二着のジャスケンパレスはキレがない。ということで今回切ったけど、二着。これは完全に見る目がなかったわね。おお、今までどんなにスローな流れでも上がり34秒台を切ることはなかったんだけど、この舞台で上がり最速の 33.7 秒。これは実力の証明ね。ハイペース追走でこの時計で2着はただの天皇賞春を勝っただけの馬とは違うところを見せたわね。今回はハマったけど横山武って本当に乗り方がワンパターンしかないのはなぁ。って思うけど、今回は好騎乗ね。今後どのローテーション歩むのかはわからないけど、ルメールが乗った時に熱く買いたいわね。この結果からするとメンバー的にそれほどじゃなかった宝塚記念ってレベル高かったのかもね。そうね。そうなると宝塚記念2着の凱旋門賞4着のスルーセブンシーズの実力の証明になるわね。キャロットは出資者兄貴や姉貴のためにファンド延長するべきだと思うんだよな。ついでにプリムドールさんもノルマンだけどうなしゃす。は？
3着はジャスティン・パレスと同じく最高峰にいたプログノーシス。川田も横山武史みたいに大外に出す騎乗だったけど、中央の騎手は本当にそれやるよねー。って感じね。今回は先に仕掛けてコーナーを大回りしたプログノーシスが力尽き、コーナーをコンパクトに回ったジャスティン・パレスに軍配が上がったけど、って感じね。どっちが強いとかは言えないってことね。ただプログノーシスは2000メートル近辺しか経験ないからね。そういう意味で出世するのはジャスティン・パレスだと思うわね。おお、プログノーシスは上がり 33.9 秒で2位。キレと末足は見せてくれたけど、スローの用意ドンだったらなぁ。という思いね。このペースで上がり34秒切ってるんだから実力は証明してるし。今後はどこ行くのかな？直線長ければ距離延長した方がペースも落ち着くし、いいと思うけどね。安易な距離延長はスタッドリーのダイヤモンドステークスで懲りてるだろ？プログノーシスさん。2000メートル近辺が正解ですよ。にっこり。そして4着のダノンベルーガは着順はプログノーシス。ジャスティン・パレスに負けてるけど、いい競馬を見せてくれたわね。モレイラは安易に大外を回さずに内に入れて、きっちり足を伸ばしているわ。ハイペースで上がりが鈍って、去年は上がり 32.8 秒だったけど、今年は 34.3 秒。着順は負けてるけど、競馬の質は確実にダノンベルーガね。これで負けたらしょうがない。おお。モレイラは敵じゃないのか？競馬ゆっくりの獅子場に乗るときだけダメになるんだよなぁ。戸崎啓太は獅子場に乗ってもどの馬に乗っても大抵あれだけど、悲しい。悲しい。ダノンベルーガもどこに行くか悩む感じの馬ね。個人的にはモレイラが乗れる香港やサウジ、ドバイみたいなローテーションでいいと思うけどね。川田乗せるなら海外でモレイラの方が安定しそうね。堀調教師も華麗で距離が伸びた方がいいみたいなこと言ってたから香港バーズかな？5着はガイアフォースね。今回の競馬はハイペースの中ジャックドールについていって、上がり 35.5 秒。溜めればマイルみたいに切れる足も使えるし、最初から行っても粘ってくれる機械みたいな馬ね。頑張り屋さんなんだろうねー。騎手の指示通りになんとか走ろうとしてくれる馬ね。マイル路線に舵を切っていなければ後ろで折り合えて、破壊力のある末足を使えたはずなんだけどね。習得賞金の関係もあるのかちぐはぐなローテーションね。おお、ガイアフォースは今後マイル路線で速いペースを後方で追走して末足を伸ばす馬にした方がいいと思うんだけどねー。今日の結果は素晴らしいパフォーマンスだけどこの距離ではオールカマーの結果もそうだけど中途半端すぎて勝ち筋が見つからないわね。確かにねー。マイル使ってたから中距離だと自然にハイペースで前に行っちゃうしねー。この馬は今後の選択次第で守護馬になれるか決まる馬だからね。ポテンシャルは絶対あるから注視していきたいわ。掲示板の馬を解雇していったけど、総評としてはどうなの？やっぱり着差によって掲示板の中でも層になってるわね。1着のイクイノックスは断然で、2番手グループにジャスティン・パレス、プログノーシス、ダノンベルーガ。その下にガイアフォースって感じね。でも、ここで掲示板の馬は G1 勝てる能力はある馬だから今後、イクイノックスが引退してから活躍する馬だろうから注意が必要ね。しかし、ジャスティン・パレス以外 G1 取ってないのは末恐ろしいというか日本の G1 のレベルが上がっていることを実感するわね。海外の方が G1 勝ちやすいまであるからね。しかし、イクイノックスは守護馬になったら種付けが殺到するわね。この能力で、このパフォーマンス、守護馬としての才能が少しでもあれば成功しそうね。どれくらいの種付け量になるか、楽しみねー。反面完全に守護馬としての評価を落としてしまったのが7着のドウデュースね。戦前は凱旋門賞、ニエ優勝は馬場の問題。イクイノックスのライバルだダービー馬だぞっていうところだったけど。惨敗、やっぱり武豊から戸崎啓太っていう緊急乗り換わりも影響したのかな？どうだろうねー。確かに行きたがってたようには見えるけど、ドウデュースは元から行きたがる馬だし。武豊が乗っても大差なかったんじゃないかな？は？ダービーもイクイノックスに勝ったとはいえスムーズさを欠いたイクイノックスに勝ったように見えるし、
ここまで今回。差を見せられたんじゃね。このペースで上がりも 35.3 秒と先行したガイアフォースとどっこいどっこいだし。予想動画で言ったようにキレ勝負だと上位陣と性能が違うって言ったことが当たったわね。おお。アドマイア・ハダルにも負けるとも言ってたわね。今回のアドマイア・ハダルは上がり 35.0 秒。珍しくここは的中してるわね。予想動画にドウデュースは見てれば瞬発力やキレがあるのはわかるだろ。レース見てねえなとかコメントされてて、その理屈はどこから来るんだろうって思ってたけどね。現状ドウデュースは過去の戦績で上がり33秒後半までしか使ったことがないのに、おお。でも京都記念なんかは武豊の無知で一気に加速したように見えたけど、極上の瞬発力があるんじゃないの？あのねー、京都記念とはメンバーが違うのよ。誰と相対してるんだっていうことよ。瞬発力がある、キレがある、比較対象もそうだし、そう考えるなら時計的根拠が、異常値が数字見ればわかるもんなんだけど、なかったからね。それもドウデュースは先頭に立つと空使うの知らないんですかってさ、そら使うんなら戦術は限られるからなおさらレース難しいんだけど意味わかんねえよと。さあゴリップくね。まあうちのコメント欄はネットの最底辺だからいいけどよ。自らを最底辺と名乗るのか。にっこり。ドウデュースはおそらくペースが良くなかったと思うし、休み明けの部分もあったし、何にせよこれからの2戦目、ここが正念場とは思うからね。そこで今回みたいな競馬だったら、ニエ優勝4着の日本ダービー馬って言われるだけでしょ？は？掲示板外で気になった馬はいる？そうね。謎の穴馬だったアドマイア・ハダルね。6着だったけど、この馬は前半我慢すれば後半は G1 でも掲示板に入れるキレを持っていると思うわ。客室的な適性ははっきりしたし、距離も2000メートル近辺がスイートスポット。いろいろなレースが選べるし、重賞も複数勝てるんじゃないかしらね。おお、できれば府中や新潟みたいに直線が長いコースがいいわね。それなら、チャレンジカップや中日新聞杯なんていいかもね。どっちも若葉ステークスで負けたし、試合はスタッドリーと勝ち合いそうなんだよなぁ。悲しい。悲しい。そういえば馬券はどうなの？イクイノックス本命、プログノーシス対抗。ダノンベルーガターン穴でイクイノックスから行くと安いから対抗のプログノーシス単勝とプログノーシスから本命、ターン穴の馬単と、本命、対抗、ターン穴のワイドボックスの計6点勝負だったわ。的中してるぞ。誰だ？逆進とか言ってるやつは？出てこいや。6点でワイド的中。280円の払い戻し。取り紙です。なんや？何がおかしいんや？指名した馬が全部飛んだら逆進というくせに、当たっても逆進と言われなきゃあかんのか？さすがに取り紙では飽きませんよ。なんでイクイノックス単勝いかなかったのよ。本命でしょ。最優先使って一口出資できなかったから悔しいんだよ。俺だって G1 勝ってニッコニコで自慢するような勝ち組一口馬主の動画をアップして、競馬ゆっくりさんってすごい勝ち組馬を見る目あるみたいにコメントされて祭り上げられてんだよ。馬の見方教えてくださいって、いただき女子リリちゃんや競馬女子大生流通みたいな微妙な女子に祭り上げられてんだよ。さあ、それお金を吸い取られてホストに貢がれるやつじゃねえか。しかもお前の現状、一口馬主は負け組で、馬券は逆進、コメント欄は荒れ放題じゃねえか。どうして？どうして？なぜ？なりたい自分になれへんのや。しかもリリちゃんが貢いでたホストのグループのチャンネル、エルコレチャンネル結構前からチャンネル登録してるし、なぜかそこのプロデューサーの伝説のホスト軍神こと港いつきにツイッター元い X でフォローされてるし、男はいらんのじゃ。悲しい。悲しい。ゆうすけ、藤岡ゆうすけ、わかってるよなぁ。スタッドリーで頼むで。ほんま頼むでー。もうそれ懇願なんだよなぁ。戸崎啓太さんは結構なのでお帰りください。当日乗り換わりも勘弁してください。そういうとこだぞ。まあ、来週のアルゼンチン共和国杯でプリムドールちゃんが勝つんですけどね。楽しみだな。口取り申し込んじゃおっかな。皆さんもプリムドールちゃん、応援してね。以上になります。
高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは、